私すっごい考えたんですよね。何を？部長と話すなら何話そうかなって。うん、私あの黙って言っていいですか？全然いい。あの全然リラックスしていただいて雑談という感じでお願いいたします。はい、本日鈴木浩二部長です。どうもお疲れ様でした。レジェンド鈴木ついに YouTube 降臨。なんしょうかね。いやあのかなり大地さん助けられましたよ。やめてください。本当にやめてくださいよ。久々の生放送で、ね、どうしようかっていうのはやっぱ、まあ、ずっと考えてたよ、私と一緒にやるときって。いやだから多分、うん、お任せしますって言ったらやってくれるだろうなっていうのも思ってたんですけど、はい、どうしようかな。でもそうなると本当にあのいわゆる番組に遊びに来たゲストみたいな感じになっちゃうなと思って、まあそれもそれでいいんですけど、勇気を持って切り込んでみようと思ったんですけど、なんか中途半端な切り込みっていうかぐさっといけずに、なんかあの生傷一番治り悪いみたいな変な刺し方してないかなと思って。大丈夫ですかね。あのなんかまあほら金曜日って佐藤村さんと大豆さんの番組っていうのは基本にあるから、まあそこになんか出てって自分ペースでやるのも何かなっていう、なんか逆にこっちはお邪魔した感じの方がいいなとは思ってたので、かなり楽で、あの、はい、ありがとうございます。乗っかっていただいて、全然そしてアフタートークにまで出ていただいて、はい、あの今日はさすがにお菓子はあのちなみにあのちなみにあの、はい、放送部長、はい、あの鈴木浩二に、はい、あの改めて問います。ラジオブース内は飲食は禁止です。禁止です、はい、どうぞ。あの飲み物はしゃあないと思うんですけど、2月飲み物ぐらいならいいけどってことですよね。はい、やっぱ、ね、里村さん、はい、聞いてますか。やっぱねそこはこういうご時世ですし、はい、あのじゃあ、 あのバレないようにやらせていただきます。ですね、本日私が部長とお話ししたいのは、一、はい、人いない人がいると欠席裁判したくなるなと思いまして、はいはい、はい、で、まあ、悪口を言うってことではなくて、うんうんうん、里村芳美っていう人について、うん、私結構仲いいとは思うんです、はい、たった3ヶ月とは思えないぐらい仲いいとは思うんですけど、うん、ぶっちゃけ、うん、すごい上辺の関係、うん、言っちゃなんて言えばいいんですか。遊びに行くとかもともと友達だったとかそういう関係からスタートしてるわけじゃないので、うん、めちゃくちゃ気も許してるし信頼してるパートナーではあるんですけど、うん、知ってるようで意外と知らないんですよね、多分里村さんを。はい、あの人 A 型だっていうのを昨日中里さんに聞いて初めて知りました。私ずっと O 型だと思って接してたので。あ、里村さんは、はい。私 B だから B は B のことすごくよくわかるんですよ。なるほどなるほど、うん、で A の方とか O の方っていうのはよくこうどういう方かっていうの存じないので、彼女が A が O だっていうのはあんま意識実は今でも部長 B って言われて、ね、あのすごいこうスンって腑に落ちました。もう本当に私結構自分で言うのもなんですけど、わ、うん、かりやすく A 型っぽいなって自分では思ってるんですよ。なんですけど、里村さんと今まで一緒にいて、うん、まさか同じ村の住民と思ったことなかったのでそれすらも昨日以外でした、うん、あそう。里村さんの誕生日って言えます？ね、里村さんは12月24?25? え、違う、そんなおめでたい女なんですか？そんなクリスマスとかに言われてきてるんですか？違うっけ、里村さん、あれ違うのかな。私だめ、誕生日全然分かってないかも、ね、だった気がするけど全然違かったらごめんなさい。これ見てたら怒られるやつかもしれないけど、もう最近はないんですけど、うん、誕生日プレゼントリクエストみたいな、担当みたいな、あの今年はこれをください。会社内でってことですか？部署内で、うん、ね、私と里村何それ、その二人でずっとやってるんですか？何年かやってましたよ。だから今年の部長の誕生日にはこれですとか、何が欲しいですかみたいな。一回だってね、俺スイカって、あ、好きかも、うん、あの小林さとみさんとかの、もたいまさこさんとかの、うん、の DVD セットみたいなのをあげたことあります。へえ、うん、あ、じゃあ、うん、サプライズでなんかあげるんじゃなくて、うん、もうリクエスト制なんですか？今年はこれですみたいな。え、部長ちなみに何頼んだことあるんですか？あれなんだっけな、漫画本とか、あのコミックとか。読むんですか？読まないから、あ、うん、オラム好きだから、そうそうそう、なんかおすすめのやつをみたいな、セレクトでとか。あ、そうそうそう、ブルージャイアントってジャズの漫画
はなんかね1巻から3巻までもらった気がします、うん、ちょっと DVD ボックスだと1巻から3巻の漫画だとなんか単価全然違いますけど大丈夫ですか。へえ、里村さんって入社15年目ぐらいじゃないぐらい、うん、入ってきた時から一緒なわけじゃないですか、うん、一緒ですね、はい、変わりました？最初からあんな感じでした。あーでも入社3日目ぐらいでもう3年目ぐらいのなんか存在感が貫禄、うん、貫禄は その通り貫禄っていう言葉が一番ぴったりだと思うんですけども、はい、あの人ってめっちゃ肝座ってますよね。なんかね据えなきゃダメな瞬間ってやっぱちょっと過去決めますよね。でも、うん、私先週あの意外だったのが、うん、何だったっけな、ねぶたのちょっとした情報で、うん、いいミス、うん、で CM 明けぐらいに訂正したんですけど、うんうんうん、ねぶたの情報間違えて伝えちゃったって言って、うん、そこから割と1時間半ぐらい、うん、多分聞いてる人にはバレない程度にずっと食らってて、なんかこう、うん、いつもだったら CM 中とかすっごい2人で喋るんですけど、はあ、今日やっちゃった、今日やっちゃった、ずっと言ってて、え、そこ繊細なんだと思って、その優しさもうちょっと分けてほしいってすっごい思いました。普段いや優しいんですけど、うん、多分私に対しては空気読みすぎるよりだったら、うん、読まないでやってるキャラで言った方がいいなっていう感じで言ってくれてるから、なんなら私ちょっと本番前とか、うん、ちょっと調べ物してる時とか集中したい時ね、ちょっと私結構わかりやすいのでイラッとしてる時、はい、こういう時とかでも、うん、あ全然聞いてない、今ちょっとうるさいとか普通に言っちゃうんですけど全然へこたれないんですよ、はい、そこは結構あずいのに、うん、意外とこの人ってこういうちょっと打たれ弱いっていうかあまずったっていうので結構食らって、はい、結構長引いてたんですよ、うんうんうん、そのまま、うん、なのでえ意外って思ったとこあって、うん、あまあでもそれは多分あとは職業柄の責任ってことでしょうね。あま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 あ、まあうん、絶対間違えちゃいけない部分を彼女は多分何か間違ったのでやっぱりそれはずっと責任感強いかも、うん、そうだと思うんですよね、うん、お姉ちゃん気質ありますよねやっぱり、まあ三姉妹の長女ですね。そうですよね、うん、そう部長は兄弟いらっしゃるんですか、うん、あ兄が3つ上の兄がいます。2人兄弟の次男、次男、自由、あと上が怒られているのを見てるからこれやると親に怒られるっていうのを分かってるから絶対それをしない人。分かる、私長男なんですけど、うん、お姉ちゃんいての私、うん、で下に弟2人いるんですよ、うん、やっぱりあの2番目は、うん、あのずる賢くなりますよね。分かる分かる分かる、あの人の目を見るとか分かる分かる分かるっていうのがめっちゃ、うん、こんな破天荒に見えてめっちゃ空気読むの上手ですから実は。父じゃ里村さんに、うん、ここだけの話って言ってこれ YouTube に載っちゃうかもしれないんですけど、うん、直してほしいところはありますか。直しいところはでもさっきの大豆さんの話にもあるんですけど、うん、私に対してもそうなんです。こっち聞いてようが聞いてまいがなんか話してくるじゃないですか。こっち例えば本当に、何か原稿を作ってるとかやってるのに、あの部長って言って、まあ、1個目はとりあえず大切な話があったのに、はいはいはい、あそうそうっていうので全く関係ない話とか延々としてきてこっちが聞いてようが聞いてまいが話し終わるまで絶対やめないじゃないですか、うん、すっごいですよね、うん、なんかもうへこたれない。気は割らないわけじゃないと思うんですよね、うんうんうん、気使えるとか気配りできるし、うん、きっとこっちの気持ちも配慮できるんだけど、うん、こっちの気持ちも分かった上で、うん、さらに一歩グッてもう一歩前に出てきて聞いてほしいからこの話するって、うん、いくそのなんて言うんですかね、肩の強さっていうか押し入ってくる感じすごい、あすごいなって思います。私そこまでじゃないなと思う。喋る分量は多いけど、うんうんうん、そこまでじゃないなって思うから、そうね、あの人すごいなって思います、うん、それがすごい武器でもあり、うん、そうですね、うん、ですよね。まあだから人によりますよね。それをよしと思うか、本当にあのノーサンキューですっていう人によっては里村さんの印象って変わってくると思う。いやそうかもしれない、うん、でも嫌われます。いやな、敵少なそうっていうイメージなんですよ、ね、あ丁重に下から行くっていうわけじゃないのに、割と可愛がられてるっていう感じに落ち着きそうな雰囲気は持ってるなと思う。そうね、あのまあ多分すごく叱られることも多いと思うんですけども、あそう叱られたりするんだ、うん、でもきちんと言えば分かってくれる人みたいな感じ、ね、きちんと言わないと分かんない人ってことですか。あでもそれね、理路整然と言わないと意外、あのあんですよ佐藤さんと
なんかについてって、俺こっちの方がいいと思う、あんま俺も言わないんですけど、言うと、え、なんでそうなんですか、って説明するけども、なんかポカーンとしてる感じで、いや、でもう一回これ説明するねって。で、意外と話が延々となる時ってたまに、ありますね。オラムって、言葉の人ですか、感覚の人ですか。結構僕ってなんか物事をやっぱり言葉で理解しようと結構するんですよ、だから歌詞とか書いたりとかするのかなと思うんですけど、なんていうんだろうな、こう思ったもの思ったままに結構できなくて、自分に対してもこう落とし込む時とか説明しちゃうタイプなんですね、対自分に対しても。でオラムって本来だったら、まあ職業柄は言葉は使う職業の人だし、例えばじゃあ中継行ったりとかしたら目に見えたものを言葉だけで伝えなきゃいけないわけじゃないですか、プロとしてちゃんと仕事できるできないの、レベルじゃない全然違うところで、この人全然言葉の人じゃないなって思う時あってなんて言うんだろう、自分の感覚を相手に説明するためにこう分かりやすい言葉を選んで言うんじゃなくて、自分の思った言葉をただ投げてくるだけっていう感じっていうか、こう噛み砕いてこう伝えようっていうよりも、これだけ私すごい衝撃あったっていう、それは伝わってくるんですけど、熱量を熱量のまま伝えてくるなっていう感じがすごい思ってて、数ヶ月でそこまで見てるってすごいですね。なんとなくそういう感じして面白いなと思って、確かにね、あの雰囲気って彼女も言うんです、雰囲気って言葉をよく言う、こういう雰囲気でみたいなの、それをこうきちんと第三者に伝える言葉をまだ持ち合わせていないと思うんですよ。多分彼女の中では、彼女の中では分かってるし、彼女の中では完結してるんですけども、そうそうそう。それを第三者にどう伝えるかっていう、そうなんですよ。なんか、言葉がね、言葉を意外とそう、言葉の人じゃないんだなっていうのは、なんかすごく思って、まあだからこそやっぱり言葉ってちょっと嘘はらんでたりとかするんですけど、彼女嘘ないなって思うんですよね、なんかその反応だったりとか熱量とかっていうのは、だからそういう意味ではめっちゃ信頼できるんですよ美味しいもの食べてる時美味しい顔するし、あの YouTube だって言ってんのに美味しくない顔したりするしすごい正直だし素直だなと思うんですよね。言葉に逃げれるじゃないですか、そうですね、あの裏の表現っていうか、独特な味ですねとか、ね、当たり障りのない言葉で逃げていっぱいあるね、逃げていっぱいあるじゃないですか、言葉巧みであればあるほどいくらでも逃げ道ってあるんだけど、なんかこの人全然逃げねえじゃんっていうすごい思う時あるんですよね。いや、その分析は多分正しいと思う。本当ですか。思いますけども、まあ、あの別に彼女の 100% 知ってるわけじゃないですけども、いや、もちろんもちろん、でもまあ歴長いし、長いし、ね、多分すごい仕事、好きだと思うから彼女も、だからなんかその仕事場で、言っても私って本当にこの週の1回、でしかも喋る現場だけじゃないですか、でもラジオのアナウンサーさんって実は結構、取材も行く、原稿も書くとか、企画書作ってとか、いつもなんか企画書のことでいつもなんかお腹痛くしてますもん聞いてれば結局あのさっきの言葉の話じゃないですけども、自分がやりたいものって、まあ、第三者とかに分かってもらうためには、ね、言葉にするしかないじゃないですか。でもあの人って、やりたいんですって大声で叫ぶっていうことはするんですけど、俺も常々そうしかないと思うんですよ。あの我々はほら民間放送だから、やっぱりやりたいって言っても先立つものがないとダメだったりすると、じゃあちゃんと企画書を作って、その営業さんと一緒に例えばスポンサーにプレゼントするし、そうですよね、番組として成立したら、それいくらでもやれるよっていう、確かに確かに、となるとやっぱりあの放送のことに対してあんまりわからない人に対しても、それを伝えるためにはもう言葉しかない、ないですよね。だからあのなんかやりたいことなんだら、やっぱ企画書作れるのが一番早いよっていう話を、するんです。足回り悪いんだけど、すごい、あのアメ車のエンジン積んでるっていうかあのなんていうんですかね、ふかしまくるんだけど、なんかこう全然進んでないっていうかさこの3ヶ月の間に何回特番の話されたかっていうかこういうのもやってみたいと思うんだよねとかこの人ゲストに呼んでとか、それもいつも企画とかがあるわけじゃないんですよ、なんか彼女の中の思いつきのアイディアとか熱量はあるんだけど、まだできてない段階ですごいあの短文でポンって、ね、
特番やらないとか LINE 入ってきたりとかして、うん、ちょっと待ってちょっと待って、これでどこまで決まってる話で、でどういう座組で、どういう趣旨 で、うん、でこれでどのぐらい実現可能性あってとか、でそういうのちょっと分かんないと私もさ、やりたいもやりたくないもまだ言えないわみたいな、でしかも何だったらそれ木曜の夜中とかに送ってくる時とかあって、ごめんだったら明日会って話していいかなみたいな、もうちょっとまとめでもらって明日会って話していいかなみたいな、もうでも多分思いついた熱量で今伝えたいと思っちゃうんでしょうね。すごい熱のある人だなっていうのは分かるし、すごい打ち込んでるなっていうのも分かるんだけど、ただちょっとこう向こうの説明だけで理解するのはめっちゃむずい。あ、ちゃんとなんか翻訳機みたいのがあるとね、いやあるとすごいいいんだと思う、わかるわかるわかる、そう、ちょっとつもしんって言葉がこんなに似合う人いないなって確かにね、すっごい思います。だから今苦労してると思うんですよ。あ、なるほどね。あ、でも確かにこのぐらいの年代になってきて、下もできたりとか、それこそ本当説明しなきゃいけないとか、こうまとめなきゃいけない立場になってきてますもんね、きっと。そうそう、いやね、みんながみんな同じ感性を持ってればね、別に言葉なくても大丈夫だろうけど、人って本当に自分の感性信じすぎてんじゃないかなって思うんですけど、本当に食べ物とかも、あの、いやこれ一番美味しいから絶対買って食べてみてって言われるんですけど、私いつも人に食事勧められるものほど、だって個人差そんなあるものないじゃないですか。だからなのにあの人って何回言っても揺るがずに、一番美味しいから、せんべいの中でこれ一番美味しいから絶対買って食べた方がいいよとか、すごい揺るがずに言ってくるんですよ。なんかすっごいな、この人自分の感覚どれだけ信じてんだろうなと思って、逆にそこまで生きられるのすごいなって思います。でこれも本人にも言ってるんですよ、だけど、全然変わらないです、相変わらずずっと食べ物を勧めて、あの、しかもこう買って持ってきてくれるから食べないわけにいかない、まあ実際美味しいんですけど、そう買っても、いやこれ私あの自分で YouTube 編集するじゃないですか、だから絶対私の多分欠席裁判の YouTube って行われないと思うんですよ。そうそう、多分里村さんが勝手に撮って勝手に編集して YouTube 上げるってことないと思うので、最高ですね。いない人の話するってまあ、そこでいない人の悪口を言うよりは、いない人についてあのどういう人かっていうのを探り合うっていうのは面白いと思うんですよ。いやなんかでも、私の直感は正しかった、私は3ヶ月しか見てないけど、その見る私と、多分15年一緒に働いてる人が見る里村さんって、私の中では多分この人あんま変わんない人だなと思ったんですよ。マジでなんか同じチャンネルの中で全部やってる、だから私すっごい信頼できるなと思いました。すごい嘘がない人だなと思いました。多分同じタイプだったらそこまでならなかった、違いがあるからうまくハマるっていうか、あ、そう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 、こっちの足んない部分を補ってくれるみたいな、タイプとしては結構違う部分あるので、なんかそれがすごいやりやすいです。あ、ラジオってこういうもんだって思ってたのは、あのラジオがこういうもんじゃなくて里村さんってこういうもんだったんだっていう、それをすごい分かりました、昨日今日で。あ、そうですか、はい、ぜひまたあのよろしくお願いします。遊びに来ますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。鈴木浩二部長でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。